さて今回開けていきますのはガシャポンゴジラ HD D プラスゴジラ06です。はい、今回のゴジラの HD のラインナップは先日公開されましたゴジラ対コングの怪獣たちとなっております。冒頭のテロップでも出しましたけれども、今回はゴジラ対コングのネタバレががっつり含まれておりますので、ネタバレが嫌だという人はブラウザバックの方をお願いいたします。ラインナップ見ていきましょう。1番ゴジラフローム映画ゴジラ VS コング2021、2番コングフローム映画ゴジラ VS コング2021、3番メカゴジラフローム映画ゴジラ VS コング2021、そして4番スカルクローラーフローム映画ゴジラ VS コング2021となっております。メカゴジラのラインナップも嬉しかったですけれども、スカルクローラーね、もうねめっちゃ好きなんです。スカルクローラーあんまり立体化に恵まれませんので、今回のラインナップめっちゃ嬉しいですね。そして今回僕はガシャポンステーションで4回回してまいりました。なんと今回ゴジラ、メカゴジラ、スカルクローラー手に入ったんですけれども、コングが手に入らずにスカルクローラーが2回出ました。というわけで非常に残念なんですけども、コングは今回ですねちょっとレビューの方できないんですが、手に入ったこちらの3体見ていきたいと思います。まずは1番のゴジラ見ていただきましょう。これは台座に乗せた状態なんですが、いや迫力がある。そしてまあ何よりね、肉厚だよね。すげーかっこいいのよ。超いい。うん、でね、体もね、このねかなり大きい体ですから、これがねこの台座の上にまあちょっとはみ出てはいるんだけれども、ある程度収まるように体をこうやってぐねらせてるんですが、これがまたねすげーいいのよ。尻尾のこの躍動感とかね、非常に素晴らしいと思います。後ろ姿見ていただきますと、このようになっております。尻尾から先はクリアパーツの背びれなんですが、この尻尾はねここは塗装になっておりますので、ちょっと背びれのねアプローチがボディ部分と尻尾部分でちょっと違ったりしますね。で、足太いなー、超かっこいいっすね。そうなんだよ、見てみるとわかるんだけど、映画本編をこうやってね肉厚、もうぶっといんだよね。迫力あるのがちゃんとねこういうガシャポンで表現されておりますね。改めて本体見ていただきましょう。こうやってね斜め上をちょっとねこうやって見ている感じで、表情口大きく開けております。いやーすごい。あ、でね今回ねちょっとこのまああのカプセルに入ってる状態の時は足とか取れてるんだけど、なんかねうまくはまんないのよね。がっつり押し込んで今これぐらいなんだけどね、ちょっとここが隙間ができちゃうんだよね。前は一時ここまでガバッと開かなかったんだけどな、なんかね非常に硬くなって、尻尾もねもうちょっと奥まで入りそうなもんなんだけどね、がっつりここ分割しちゃってんだよね。もしかしたら僕の個体があんまり良くなかったのかもしれないですけど、まあそれでもね非常に素晴らしい出来でございます。熱線とかね普通に吐きそうだもんな。見て見て、この目が青いあたりとかね、ちゃんと本編再現されておりますよ。で、こちらがね、キングオブモンスターズの時のゴジラ2019の HD でございます。こうやって見るとね、体はぐねらせてるっていうのは共通なんですけど、向きが逆になってるのと、前は尻尾がね、ちょっと上向いてたんですが、今回は地面を這うようになっております。ボディの色もね、やっぱ違うんだよな。今回のやつやっぱりちょっと暗めなんだよね。どっちもね出来としては非常に素晴らしいですが、今回のやつはね先ほどのと比べると首を大きくねこう斜めに傾けてる感じがしますので、このね正面からのアングルのね迫力はこっちの方が上かもしれません。続いてメカゴジラでございます。ネタバレ案件はもちろんこいつのことですね。まあ、本編まだ見てない方もいらっしゃると思いますので、冒頭ではネタバレありますよということでお話しさせていただきましたが、いやーでもこのメカゴジラのデザインめっちゃ好きなんですよね。超かっこいいと思うんだよな。もちろん日本のメカゴジラのねあの体型も非常に素晴らしいと思うんですけど、こっちのねもう現代的というかゴツゴツのメカゴジラ超好みでございます。とりあえず回してみていただきましょうか。このねポージングすごいよね。上に向かって雄たけびを上げてる的な感じでポージングしております。でゴジラ同様この尻尾をねぐるっと回してる状態ですね。背びれのねこの特徴的なこのイボイボのこのデザイン、これもきちんと表現されてます。超かっこいい。うん、いやこのねモールドよ、すっごいよねこれ。超細かく入ってる。で特徴的なこの手のひらよね、すっごいよね。もうなんか典型的ロボットって感じの手してますよね。でねメカゴジラもねさっきのゴジラ同様ね、手足とか尻尾がちょっと取れやすいというか、なんかがっつりはまんないんだよね。めっちゃ硬かったですわ。全身フル塗装だよ、すごいな。顔もこれよ顔ね。
いやーかっけえ、めっちゃかっこいいっすね。このボリューム感ですからね、一回500円っていうのも全然納得できる。背びれの先もきちんと赤く塗られてますね。お腹のあたりこんな感じです。で尻尾もこの作りと、いや見てて飽きないわ、超かっこいいっすよ。ムービーモンスターシリーズ僕持ってないんで、立体物のねメカゴジラを初めて買ったけどね、いやこれはありだわ、飾り映えしますね。モンアツが一応ね発売が予定しておりますけれども、なかなかね手出ないっていう人はこのタイミングで HG ゲットするのはありじゃないかな。そして最後はスカルクローラーでございます。やっぱねスカルクローラーってドクロ島の巨神のイメージが強いですので、コングの映画の中出てきた時はびっくりしましたけどね。まあそういう意味ではこれもネタバレ案件なのかな。スカルクローラーがコングに出てくる、確か予告には出てなかったと思うので。結構ねコングの映画の中では強敵として描かれておりましたけれども、結構気持ち悪い感じだよね。うん、足2本しかないんだけど尻尾も超長くて、この細身でありながらかなり凶暴なんですよね。体のボディーラインに対してこの細くて長い尻尾、足はなんか鳥っぽいよね。単体近くで見ていただきましょう。ドクロ島の時は顔が白っぽかったですけども、かなり今回色が入ってますよね。口を気持ち悪く超大きく開けてて、歯も結構見えてますね。獰猛な表情もしっかりこれ表現されてますね。でムービーモンスターシリーズとかさ、そういったのに全然立体化されてなくて、確かデフォリアルは出てんだっけな、スカルクローラー。あと海外製のねおもちゃのやつ、確か Amazon とかでスカルクローラー検索するとそれヒットしますけど、まあ、なかなかなお値段で出てますので、スカルクローラーファンの方はここで HG ゲットしとくのは全然ありだと思いますね。個人的にはね2匹当たっちゃいましたけれども、まあスカルクローラーなんてねもう何体やってもいいですから、ここで手に入ったのは超嬉しいっすね。はい、というわけで今回はガシャポン HGD プラスゴジラ06ご紹介いたしました。本日の動画は以上となります。ご視聴ありがとうございました。最後にお知らせでございます。実は私新しく YouTube チャンネル、こことは別でね解説をいたしました。たまにこちらのチャンネルでも話しておりますけれども、私実はジョンとサメジロウという犬のキャラクターを使った LINE スタンプの発売やグッズ展開などをしているんですけれども、そのジョンとサメジロウの紙芝居的な漫画的なそういった感じの動画を出すチャンネルを作りました。そちらのチャンネルについては概要欄にリンクを貼っておりますので、もし興味がある方がいらっしゃったらぜひそちらの方もご覧ください。まあ、ホビー的なね要素とは全く違いますので別ジャンルになりますけれども、ぜひ一度ご覧いただければと思います。